ジョルジュ・レイグは、フランス海軍のラガリソニエール休憩寿命館の一隻である。館名は、フランスの海将であるジョルジュ・レイグにちなむ。本館は、AC ・デラ・ロワール・ペノエ・シャサン・ナゼール造船所にて1333年9月21日、寄港、1936年3月24日、浸水、1937年11月15日に、春行した。後の、 ジョルジュ・レイグは、ブレストに司令部を置く、大西広司艦隊に所属した。1939年に、カサブランカ方面の紹介任務に就いた。フランスの降伏後の1940年4月には、メルセル・ケビル港に移動し、現地で、ビシー政権に属し、フランス領北アフリカのアルジェ港に泊まった。連合軍のメルセル・ケビル海戦以降は、北アフリカよりトゥーロンに移動した。 ビシー政権は1940年9月9日に植民地の支配維持のため本館の姉妹館、モンカルム、フロワール東型駆逐艦、ルマラン、ルファンタスク、ローダ州を通論から出撃させた。この艦隊は9月11日に妨害を受けることなくジブラルタル海峡を通過し、9月12日にカサブランカに到着した。9月18日、三隻のフランス巡洋艦は、 ダカールを出航し、ガボンへ向かったが、オーストラリア海軍の従順洋艦、オーストラリアとイギリス海軍の従順洋艦、カンバーランドに発見されリーブルビル沖で追跡してきた2隻と戦闘になり、本艦はオーストラリアを退けたが、機関の故障で領艦より離れてしまった。グロワールはオーストラリアに捕捉され、カサブランカに送られた。本艦とモンカルムはダカールへと帰還した。 1941年8月に、本館は、フランス本国からカサブランカへ、近海の輸送任務に就いた。1943年の統治作戦により来た、アフリカ行政の最高責任者であった、ダルラン元帥は、連合軍への停戦を受諾したことにより、本館は、連合軍側に所属することとなった。4月より自由フランス海軍の官邸として、 最終駅して、ダカールを母校にして、大西洋方面の紹介任務に就いた。アメリカのフィラデルフィアで7月から11月にかけて、近代化改層を受け、環境の背後に、四つ足型のマストを新設して、各種レーダーの装備と、対空機関砲の更新が行われた。その後1944年1月まで、南大西洋で任務に就いた。 同年2月に連合軍のイタリア侵攻で、コルシカ東映軍隊を輸送する戦団の護衛を行い、その後は、ノルマンディ上陸作戦や、南フランス上陸作戦の支援についた。その後、1945年に、イタリアのジェノバへの艦砲射撃を行った。その後、カサブランカで1946年1月まで、整備に入った。インド市の戦争時には、艦砲射撃についた。 1959年に除籍後、11月に解体処分となった。ありがとうございます。